人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、ワンダルビルビーチです。今回はスーパーファミコンのゲーム、機動戦士ガンダムクロスディメンション0079の続きをプレイしていきたいと思います。はい、シャアにセーレは、まあ、遭遇するシーンでしたね。では戦闘に入っていきます。このマップはアムロだけですかね、出力はね。アムロはレベルが16まで上がってます。だいぶ上がってますね。さあ、ではこれで出撃していきましょう。1ターンに3アタック。これ結構強力なんですけど、弾をかなり消費してしまうと思うので、やっぱりガンダムはね、白兵戦メイン、近接格闘戦メインで戦っていきたいと思います。ジャブロー、迎撃戦ということであれば、まあおそらくシャアの地獄、まあいわゆるシャア地獄と戦うんじゃないかなと思うんですけどね。まさかこれはチームが貫かれるあのシーンか。そうですね。しかも3回格闘入れてくるのか。かなり強敵だな。シャアということでシャアと戦闘ですね。ではまずシャアの捜索からかな。でマップはそんなに広くないので、シャアがどこにいるかわからない以上、まあ、前進していきましょう。バッカイ
回も2回攻撃した。ここは今に格闘を当てて倒していきましょう。ズゴックが出てきたな。強力だな。ズゴックは案外と格闘の食らい方が全然違う。3回、4回攻撃か。かなり強力だな。レベルここまで上げてきましたけど、これはズゴック相手にしてるとシャアにたどり着く前にだいぶダメージをやってしまいそうですね。まあ、ズボックが3回、まあ、マックス4回格闘を入れてくるようなシーンもあったので、数を相手にしてるとレベルがだいぶ上がったガンダムといえども相当消耗してしまいそうな感じがします。シャーズボックだ。よし、ここは仕留める。私にプレッシャーをかけると、1回攻撃するごとに消えていくパターンだな。このパターン結構ね、ランバーラルとかでもあったパターンですね。このマップガンダムのアムロしかいないので、まあそのアムロのレベル上げには、まあ、もしかしたらいいのかもしれないんですけど、いかんせん消耗が激しいので、シャートの戦闘に耐えられるかどうかっていうところですね。4回攻撃すべてかわした。レベルが上がった。だいぶ消耗してきてるな。ここにいたか。まずはシャアだな。さあ、シャアはどこに行ったか、またシャアを追っていきましょう。シャアの攻撃1回ぐらいしか多分耐えられないと思うので、さらにここでエネルギーを消耗してきますからね。いやー、ここでグルックの攻撃食らうと次が耐えられない。ここまでかな。お、かわしてくれた。
なあ、ここまでか。まだ耐えてる。シャー。やられた。ではちょっとまた戻っていきます。シャアの動きがわからないと効率よく進めないのが分かったので、まあ、まずはシャアのいる場所をね、最優先で進んでいきましょう。さあでは戻ってきました。まあ、ちょっと格闘戦だと、まあ、反撃を食らってガンダムのダメージがじりじりと削られていくというのがよく分かったので、パラメータをチューニングしてですね、射撃戦でも戦えるようにしてきました。それに伴ってハイパーバズーカーからビームライフル2というものにメインの武装が変わってます。これをちょっと使ってみながらですね、余計な戦闘は避けてシャアがいるところをまず目指していきたいと思います。これで食らっちゃうのは仕方がないとして、この後ですね、射撃戦を行っていきます。99だから300当てられることになりますね。3回攻撃してピンポイント攻撃がどれくらい入るかもちょっと後で見てみましょう。結局後ろから攻撃を食らっている。ただ後ろにいる敵なら無視して先に進む。敵の後ろを見せてでもシャアを追う、まあ、特にアンカイだったら無視してもいいかなっていうところですね。これがズドークとなるとまた後ろを見せて後ろから攻撃を一方的に食らうのはあまりいいことではないかなと思うんですけど、ピンポイント攻撃でどれくらい当たるか。うん、ピンポイント攻撃でも確実にズドーク攻撃ができますね。なあ、51も食らうか。ではアムロの残弾がなくなるまではちょっとライフルで格闘の反撃を入れずに仕留めていくっていう戦法でシャーズゴックへと迫っていきたいと思います。もう残弾がないけどね。ここでシャアとまず解決する。しかもかわした。くらえ。まずは一撃。多少ダメージは受けたものの、前回よりははるかにいい状態できてますね。もう一度ここでシャアがいるはず。次シャアがどこにいるかがもう一度わからないですよね。ここでもう一撃当てる。ではここからシャアの居場所は未知なので、探索をしていきましょう。 できるだけ戦闘を避けます。いた、こんなところにいたのか。さっきはこの後左に進んじゃったんですけど、下に進んでればすぐシャアと対決できたかな。これで一応シャアを退けることができたみたいですね。
スレガーだ。というわけで、アムロのガンダムかなりレベルが上がってきましたね。次回からはまたアセンジョ宇宙空へと変えてプレイをしていきたいと思います。